ベルト・ドブル・ゴーニュは、ブロワハク・ウード一世の日、後、フランス王・ロベール二世の二番目の日。父は、ブルグント王、コンラート、母は、西フランク王類四世の娘・マティルド。名は、ドイツ名で、ベルトとも。ロベール経験王の波紋ジャンポール・ロラン作、オルセイ美術館像をはじめ、ブロワハク・ウード一世と結婚し、ウード二世いら五人の子を設けた。と死別後、 996年に、フランス王ロベール二世と再婚した。ロベールは、最初の日、ロザーラと離婚して、ベルトとの結婚に踏み切ったが、ロベールの父方の祖母とベルトの母方の祖母が共に、東フランク王ハインリヒ一世の娘というまた、重指定の関係であったため、教皇グレゴリウス五世は、教会法の禁ずる禁止婚であるとして、結婚を認めず、997年に、 ロベールを波紋にした。ロベールとの間に一人男児を生んでいるが死産であった。後、次の教皇シリウエステル2世によって千年に婚姻の向こうが宣告された。しかし、離婚後もロベール2世の気持ちが離れることはなく、ベルトは王の唯一の愛人であり続け、二人の関係は途切れることはなかった。ロベール2世とベルトは二人で1008年にローマに行き、 教皇にロベールと三人目の王妃コンスタンス・ダルルとの婚姻の無効を懇願したが、無駄に終わった。当時のフランス王妃コンスタンスは苛烈な性格をしており、夫の寵愛が得られず、惨めさを味わっていた。さらにベルトを王妃に戻すことを夫に勧めた、ロベール二世の長身、ユーグド・ボーベを殺害させた疑いも持たれていた。ベルトは1010 10年頃、46歳で死去した。 ありがとうございます。